皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2024年、5月31日、15時20分、渡辺謙さんへのメッセージなんですけども、以前、報道ステーション出てる時に、ちょっと人違いで、渡辺謙さんにだいぶ、怒ってしまって、って言いました。っていうのは、その当時、かなり、春山整骨院の、その春山っていう人と、揉めていて、ただその人も、その場で働いてない時は、そういえば、だいぶ前に行った時に、いや、私たちも、その人どこにいるかわからないんですって、従業員が言ってたんですね。で、もともと僕は強制わいせつされた時、2008年、神戸大学附属病院、両顎を殴られて、もう歯並び、顔ガタガタになっていて、ここ、皮膚切開して、プレートで、つなぎ合わせて、内側から、で、ボルトで止めて、で、上下8本の杭を、この歯茎のところと、下のところに打ち込んで、そこで針金で止めて、何にももの言えない状態。一応固定しておかなかったら、こう、骨が正しくくっつかないんです。で、そういうふうな状況下でね、強制わいせつされて、で、それを管轄である生田警察署に被害届行ったんですよ。そしたら、気を吹き、対応者、その刑事課の人が、同意があるからどうだとかこうだとか、こんわけわからんことを言い始めて、いや、もう、集中治療室で、そのオペ終わった直後で全身麻酔でしたから、もちろんそうじゃないと困るんですけども、全身麻酔、その寝てる時に手術してもらったら、もう怖いから皮膚、ほっぺたと歯茎の間こう切開していって、で、その、気を吹き、要するに自分で体拭いたり、風呂入れないじゃないですか。頭洗ったりだとか、頭洗うはね、そういう機材はあるんですけど、あれまだ頼むと、高いんですよ。一回頭洗ってもらうだけで何千円か、もうちょっと取られていたと思うんですね。で、体を拭くっていうことで気を吹きっていうものを準看護師の人間が聞いてくるんですよ。で、そこで同意をしたことによって、女性2名のうちの、1人の女、大瀬まりなという人間に強制わいせつされるんですけども、その人間、今まで働いていたところの、ナルトルネサンスリゾートホテル2003年、そこも、店長をしていたアリーさんっていう人も警察官の人だったんですけども、その女はその時は徳永っていう名前、名札つけてたんですね。大瀬まりなっていう名前は神戸大学附属病院の科長以上の人に調べてもらったから、それは持つのは間違いないみたいなんですけども、で、あと自分の記憶の中であります。子供の頃に、にも僕、強制わいせつですね、されたことあるかもしれないですね。で、渡辺謙さんになぜそんなに怒ってしまったかっていう、その順序をもう少し進めていくと、その、春山整骨院にね、その、2010年頃か、2009年頃に、そこの裏手にもう一度店出してきて、昔一回建物解体されてるんですよ。すごい絡んできた連中とかが たくさんいて。で、テレビ出てる連中とかもたくさんいて。で、中には国会議員、元国会議員町、例えば田中角栄の、娘の、田中真紀子。で、テレビ出てる時は、違う名前で、娘がレスリングの浜口京子。で、僕の自宅の裏で、もうだいぶ喧嘩売るようなこと言ってくる。で、だから議員崩れの人間がものすごい数結構来てるんですよね。だからそれで自分たちが偉いだの勘違いして、最初の頃0時00回ってもまだ客が出入り、中で集まって何話してるのか知らないですけども、で車の音バタンバタンってもう 寝られへん。で、朝の4時ぐらいかカールガールでいろんなやつがここの前で車の音ドタン、もしくは廊下を歩いていく音、階段を置いておく、行っていく音で、とにかくフラフラにさせる。で、怒らせて精神病院にさせて、訴訟されないように、しようとしていたっていうのは、もうまず間違いなかったんですよ。で、その、
そのドアの音とかあまりにもうるさいから普通に言いに行ったんですよ。そのここの責任者の人いますかと。でそのね出てきた人間がその生田警察署の刑事課として出てきた同意がどうこうみたいな形で強制わいせつされた件をその受け取らなかった人間で、多分ね、僕もともと神戸市兵庫区生まれで、その隣が中央区なんですよ。で、多分大瀬真理奈って、兵庫区か中央区のどちらかに住んでたと思うんですよ。で、多分その関係者なんじゃないかなと。で、まあ、その男が春馬整骨院で多分働いていたんだと思うんですよ。で、その後、その春山というような形、本当に春山な、直って、だかかな、まあ、ちょっと兄弟もいるみたいなんですけども、まあ、そこは兄弟なのかもしれないんですけども、まあ、その人とね僕は渡辺謙さんを間違えてしまってるんですよ。でそれでテレビに向かってあれこれ言ってたんですけども、だからまあ有馬警察署で昔警察官の制服着て渡辺謙さんがいたのも覚えてますし、だからそのまあ、渡辺謙さんの出てるその映画って、まあ、これ一般人の方向けにも言うんですけども、全部目を通したわけじゃないから、ベッドシーンがあるのかないのかで、エロ業界側かどうかが分かるんですよ。本当に。だから、警察官の制服着ていて、エロ業界側だったっていう人間は結構存在するんです。これ、裁判官も同じです。本当に。公務員とか国家公務員、国会議員、地方議員、知事、市長。なぜそんなに、昔からスキャンダルみたいなの結構あったでしょ？あれなぜかって言ったら、1956年なんですよ、売春防止法が出来上がったの。だからそれまで、この政府上層部とか、というよりも、この国自体が、どれだけむちゃくちゃだったかって、もうわかるじゃないですか。金出しは、女は男を買う、男は女を買う。こういう時代が曲がり通ってしまってたんですよ。だからテレビでもね、そういう連中ばっかり集まってた。もうどこもそう。そこからまとも側の人間で巻き返してる状況で、まあだからまあその辺のところ、だからそこの春山整骨院で働いてる連中とかはね、介護職の連中とかは、エロ業界側の方が強いだとかなんか、もう調子乗ってもう毎日ですよ。で、それだけじゃなくて、そういうふうに夜中寝ささないようにする人間と、明け方、無理やり起こすに来る人間。だから睡眠時間も今の話聞いてもらうと毎日どんなものかもわかるでしょ。昼間は昼間で寝転んだだけですぐ誰かが起こしに来るんですよ。多分電波。で、だからもう、晴れ間整骨院に対しての、その怒りっていうものは尋常じゃなくて、だいたい2003年に建物解体されたのに、なぜもう一回作ってるんだと。裁判所の判例に背いたら即逮捕だぞと。まあ、こういうふうに法律でなってるのに、っていう部分があってね、そのもう、ある程度人間の顔が変わったりする部分あるじゃないですか。だから、その、渡辺謙さんかと思ったんですよ。その、晴れ間整骨院での勤務者は。で、逃げろっていうような渡辺謙さんの声が聞こえてきたんですけども。まあ、だから、昔のその2003年建物解体された件とか、多分渡辺謙さん知ってるんじゃないですか。まあ、その辺のところで、だから、僕と渡辺謙さん、もし渡辺謙さんがその件のこととかを深く知っているんだとするのであれば、離間の刑、つまり、お互い喧嘩させるような形に持っていく。例えば、阪神タイガースの優勝と、まあ、ヴィッセル神戸の優勝も、両方、もう、同時期に一気に、進めようと。昨年取り組んで、もう、それはもう尋常じゃない、辛い状況でしたね、感情的にも。もう、多分、勝つっていうことは、誰かの人生を、潰すっていうことにも、つながるわけじゃないですか。だから、もともと優勝回数とか、最下位の数とか、まあ、クライマックスシーズンの優勝の数とか、交流戦の優勝の数、みんな揃えていきましょうの話で、もともと天皇家の人たちと、その当時の、国会議員の人たちと話も決着ついてるんですよ。昔、読売ジャイアンツばかり優勝したじゃないですか。で、お金持ったら持ったで、東京ドーム作ったりとか、結局バブル崩壊の時は、そういう状況だったわけじゃないですか。
あの余計に遊園地とかをたくさん作って、そんなにたくさん人来ないのに、でもう住んでる人口自体が今の国境内の日本人って4000万人いるかどうかも怪しいのに、まあ、あのもともと台湾と朝鮮半島と満州国を合併していて1億2000万人、もうそれも多分死亡届がちゃんと届いてない中での1億2000万人だったから、まあ、本当のところ1億人ぐらいだったと思いますよ。で、うん、まあだからまあそういうふうな部分があって、その報道ステーションに、まあ、まあ阪神タイガースの試合の時にその解説席にこう案内されていたのが、まあ、渡辺謙さんだったわけじゃないですか。だから、うん、その晴山整骨院のね、その晴山っていう人と勘違いしてたんですよ。もうこっちからしたらもうどこまで癒着して、どこまで腐ってんねんみたいな形で、まあ、新ニーサのこととかも詳しく説明してますけど、未来からの時間軸でも僕は声掛けしていて、被災地の人たちに地震がいついつ来るから、備えといてくださいって、もうその日、その時間までに大事なものを持って、もう家の外に絶対出ておくことって、建物のそばにいないことって、もう家屋倒壊するところたくさん出てくるからと。で、まあそういうことを未来の時間軸から声掛けしたりとか、まあまあ他にもまあいろいろあるんですけども、そのコロナウイルス自体がね、そのオウム真理教の信者、そのだから朝鮮半島と台湾と満州国を合併してた以上、だからオウム真理教の範囲がどの程度の範囲だったか、まあ昔は朝鮮半島のところで統一教会とかあったわけじゃないですか。でそこも変でしょ、あの変なお金の使い方して大きな建物を建てたりとかしていて、日本でもその神社とかお寺は神社庁の管轄で、でもお寺はどんどん縮小されてますけども、お墓自体が霊感商法じゃないですか。もう突き詰めた答えで言うと絶対そうなんです。納骨堂はもう裁判所の判決はもう昔からあるんですよ、違法行為ですって。オーナー、今まであなたが預かったお金全額返金しなさいって。でオーナーはもちろん返金できませんって、お金がないんですって。お墓も同じですよ、霊感商法だって。亡くなったらその骨を砕いて山に散骨か海に散骨ですから、もう私は海に散骨を選んだんですけども、いや山の中から骨出てきたら怖いでしょ、普通に考えて。もうある程度砕いてるにしてでもですよ。でその新型ニーサ等に関して、そのコロナウイルスがそのまずオウム真理教自体に、ね、僕は死刑判決迫ったんですよ。もう1995年 の、 あの阪神・淡路大震災の後の神戸市立ホテルフルーツフラワーパークキムジンで、もうその時にも髪の毛逆立ってるんですよ。これぐらいの長さで、両サイドはねもうちょっと耳が隠れるぐらいの長さだったんですけど、もう呪われて髪の毛は全部逆立ってる状態。別にあの静電気とか何も使ってないですよ、ヘアスプレーとか。もう全部逆立ってる状態、もう背中の方からゾワ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 ってこう何かが這い上がってきて、でそれが多分死刑執行されたのはその当時じゃなかったと思うんですよ、未来の時間軸だと思うんですね。でその未来の時間軸である2011年以降に高島彩に SD カードを送りながら、政府の方にああした方がいい、こうした方がいい、まあ災害時はこうです、ああですよもう言ってるし、未来の時間軸から東日本大震災のまあ一部の人たちに、まあ例えばね、海上保安庁の船、津波が来てる。で、その、もちろんもう、あの、未来への時間軸からの声掛けだから、その人たちは安全なんですけども、どうなるかっていうことを先に伝えておけば、迷いがなくなる。怖くない。だから、安心できるように、そのまままっすぐ船を進めてくださいと。その波、乗り切れてますと。もう間違いないんで、もうそのまま進んでくださいと。もうそういうようなことを未来からの声掛けをしたりだとか、あとは千葉県の方も工業地帯がだいぶやられていて、で火災が発生していたと思うんですよ、タンカーとかの、タンカーじゃない、タンクの。でその
熱によってそのタンク自体が燃えてるわけじゃないんですけど、周りが燃えてるからそのタンクをまず冷やさなければならない。熱膨張によって破裂する可能性がありますから、だからガスとかガソリン関係が入ってるタンクだったとしたら、それものすごい大爆発を起こすことになりますから、でかといって海上保安庁もある一定の距離まで近づかなければ、その放水して冷やすことができない。だけどそこはその後の、テレビの放送で大丈夫ですと、爆発してないことになってますと、もう信じてくださいと、もうそのまま放水続けてくださいと。あとも地上の方から別 の, あの消防隊員とかで周りの、消火活動を行えば大丈夫ですからと、そういうことをお伝えしてたんですよ。昔その僕兵庫県に住んでるじゃないですか。その神戸市からもう少し西の方に行ったところに姫路市っていうところがあるんですけど、まあそこにも工業地帯があって、昔火災が発生してタンク爆発してるんですよ。だから消防隊員の人たちも10名以上10名以上だったと思うんですが、10名前後かな、まあたくさんお亡くなりになられてます。まあ、そういうこともあるから、未来からの時間軸からの声かけでもう現場迷ってるんですよ。その上からの指示を海上保安庁の人たちがそのままタンクに放水するべきかどうか、近寄るべきかどうかっていうことで上も迷ってるんですよ。もう大丈夫です、未来からの淡井圭介というものですけども、そのまま放水してもらったら大丈夫ですって、そういうふうなこととかもまあしたりもしてるんで、してたんですけども、まあそのオウム真理教のね、その死刑執行の判決は出てるのに死刑執行はされてなかったと。それは法的には法務大臣の判が必要であって、もう六法全書もう一通り読み通しましたから、現行法規、現代日本法規も。でまあ安倍政権の時にもう書いてること同じなんだからややこしいからまとめといたらいいっていうことで現行、日本法規っていう形になってるんですよ。でその法務大臣の人がその判を押した後、もうまた髪の毛逆立って、もう背中の方がゾワ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 ってこう何かが這い上がってくるような状況があって、だからそのえげつない話はここから先で、オウム真理教のその残党のやつらが、そのもともと広範囲で宗教関係のつながりともあった。で、メンバー、幹部を見ると、大卒の者たちもいる。医療関係の人間もいる。ということは、報復行為で、まだ余計ややこしくなるように、中国で巻いた、その満州国とか併合していた時期があったから、こう拠点とかつながりがあるという可能性がどうしてもあるっていうのを、中国政府はアマテラス製薬の人間を拘束してるんですよ、コロナウイルスの時。だからアステラス製薬の中に紛れ込んできてる可能性もありますし、医療業界自体もそうなんですけども、まあ、僕が昔働いていたホテルマンもそうなんですけども、どこもかしこも人材派遣会社ばかりなんですよ、IT 関係のところも。今やもう、神戸市北区の岡場駅の近くにある北新ビルの、その、北区役所の出張所。で、そこは、住民票とか、まあ、戸籍謄本とか、まあ、いろんなものを出す、まあ、一般的に、もともと昔、公務員の人たちがしていた仕事の窓口あるじゃないですか、年金関係とか。そこも、全員、公職員証持ってないんですよ。全人材派遣会社の人間で、いやもうここのフロア私が責任者で公務員の人一人もいないんですって言われて、もうびっくり仰天して、それぐらい世の中人材派遣会社の人間がはびこってしまっていて、まあひどい賃金叩きの話だと思います。で、人材派遣会社の人間が増えるとどうなるかっていうと、その医療関係はね、その看護師とか人材派遣会社の人間が多いですから、どうなるかというと、外部からどんな人間が入り込んできてるか分かんないんですよ。多分アステラス製薬の中にオウム真理教の残党とかが混ざっていて、もうそこそこややこしい、もともとの統一教会だとか、まあ、満州国にもどういうふうな宗教があったか分からないんですけども、
まあ、拠点等があったんじゃないかと。まあ、台湾でも昔変な宗教見たことあるんですよ。あのノストラダムスの大予言を信じていて、2000年になったら、滅ぶだとか、そういう変な信者の集団。そういう奴らはそういう奴らと、こう、変に会話が噛み合ってインターネット上とかで、お知り合いになったりとかで、まあ余計、警察の方は、組織を小さくしようとして、信者から足抜けっていうような形で、もうその業界から抜け出すような形を、もう、その信者の誰それさんとも付き合いをやめなさいみたいな形にしてたじゃないですか。まあそれも僕からの提案で先にそうして、できるだけ勢力を小さくして、で、それから、死刑執行したんですね。で、その後、まあ、コロナウイルスはまだまかれてるんですけども、それも2019年に、皇居へ行ったりだとか、まあ、佳子さまに会いにと、もともと佳子さまが、将来を誓うような形で子供の頃とはいえね、キスをして、まあ、証人が、まこちゃんなんですよ。で、まあ、そこからで、の、つながりで、まあ、その後何回か、まあ、この近辺に来たり、まあ、僕の家の仲間で、まあ、遊びに来てた時期もありましたし、勤務先が変わっても、まあ、会いに来たりだとか、まあ、そういうふうなこともあって、で、その、皇居へ行って追い返されたっていうところで、コロナウイルスを多分ばらまいてると思うんですね。厳密に言うと2020年じゃないんですよ。2019年の終わりの方にテレビのニュースで中国の武漢の方からどうこうみたいな形で、まあまあ最初はよくわからない聞いていて、なんかこう、かなりこう、はっきりしないニュース。なんかね、船を、フェリーを止めて、中国から来るフェリーを止めて、で、自衛官の人はどうこうの一歩手前の頃で2019年中国ではこうなってるみたいな放送をしてたんですね。で、まあコロナウイルスの時に渡航制限が世界中かかっていて、で、ここからですよ、世界中株価は大きく下落するのは目に見えてるじゃないですか。特に未来からの時間軸の声掛けの方法を知ってる人間は。未来から情報を得れるわけじゃないですか。で、それ未来から情報を得てなかったとしても、そんなことが起きたら株価は暴落することぐらい誰でもわかるじゃないですか。で、その後の新ニーサでしょう。で、元のニーサって僕は子供ぐらいの頃、学生ぐらいの頃って、上限額100万円ぐらいだったと思うんですよ。で、まあ5年後から、その配当利回りに関しては課税するという形で。で、それが新ニーサになった時どうなったかって言ったら、上限額270万円で、まあ永久に税金かからない。で、年金って、一月15万円の支給までたどり着けてる人、まあ、掛け金がいわゆる2000万円って言われてますけども、まあ、60歳からの支給なのか、65歳からの支給なのかわからないんですけども、まあ、それぐらいかけておかなきゃならないっていう話なんですけども、その、一月15万円の支給までたどり着こうと思ったら、で、男性で 50%、女性で 30%、ぐらいなんですよ。たどり着けてる人が。だからそれは僕のホームページで年齢層で、まあ、一月7万円の人、8万円の人、9万円の人、10万円の人、15万円の人、16万円の人、17万円の人、18、19、20、21、22、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31万円以上の人は、みたいなところで、人数が何人いるか、もう正確な数字出してるんですよ。そのデータを、まあ、ね、閲覧していて。で、っていうことは、みんな家のローンとか年金をかけるのに精一杯で、まず株なんか買えないんですよ。っていうことは、ごく一部の、要するに高額所得者って言ったら、まあ、公務員の、上層部、もしくは、ある程度の若い年齢の頃からずっと公務員をしていたものだとか、議員、
まあまあ、議員さんもあの当選したら、国家公務員とか公務員みたいな形になると思うんですけども、まあまあ、あの、まあ、ちょっと前にあの官房長官、昨年官房長官だった松野さんが警察官の格好をして、まあ、駆けつけてくれたんで、その、まあだから、国家公務員なのか、公務員、一時公務員なのかも、僕もよくわからないんですよ。まあ、あの、ちゃんと敬語を使って話してくれていて、まあ、ただ、ただもう帽子かぶっていたら、もうわかんないですね。あの、松野官房長官だって、目の前にいる人があって、ニュースであれだけ何回も見ていて、声も聞いてるんですけども、声で聞いても、全然わかりませんでしたね。先にあの、警察官の格好として出てきた人は、やっぱり警察官という認識しか持てないんですよ、本当に。だから、まあまあ、新ニーサの話に戻しますけども、だから、未来からの時間軸の声掛けとかで、コロナウイルスをばらまいて、株価をガツンと下げて、渡航制限とかかかった時に、で、その時に株買っといて、で、株価が、新ニーサの話があるから、絶対世界中で株価が上がる、国会でどんな話をしてるか聞いてる、あ、これ、新ニーサ本当にするんだなっていうことがわかる、で、これ、日本一国が新ニーサをしたんじゃなくて、これ多分世界中同時にしてます。そうじゃなかったら世界中でこんな株高になるわけないですもん。アメリカで、3万円台で、あ、まあ3万円ぐらいで高いほどだったんですよ。日本は、もう元々のことを考えたら、まあ2万8000ぐらいが妥当か、それでもちょっと高いぐらいですね、今の現状。本当のことをいろんなところを撮影しに行った、その本当の答えにたどり着く。つきましたな。だってバブル崩壊が3万8000に到達するかどうかだったじゃないですか。でバブル崩壊だったわけじゃないですか。こんなお金を回していくだけの世界なんか、エネルギーの存続問題を考えたらこれは絶対無理だっていうことがしっかりと分かって、でバブル崩壊で余計な遊園地とかはこの世から消えていったんですよ。電力の無駄遣いで、商業原理的にも全然これは無理だと、稼げないということで、だから株でお金を動かせる人って要するに政府上層部とかで、政府上層部でみんなで新ニーサを行ってしまったっていう状況なんですよ。たとえそれが天皇家の人たちでも、新ニーサとか、まあ、その前の、新ニーサができる前でも、コロナウイルスで株価がガツンと下がった時に買ってるんだったら、それも売ったら、だから5年後から課税されるわけですから、5年経過するちょっと前まで持っておいて、配当利回りもらっといてですよ。で、5年来る直前に売ると。こういうこともできるわけなんですよ。まあ、新ニーサなんて、ね、その、会う段階で買っていたらっていうところもありますし、もうなぜ永久に非課税っていうのかもわけわからないでしょう。だから本当にこの世の中、だから昔渡辺謙さんが有馬警察署に僕は20歳ぐらいの頃いた人であるのであれば、そのある頃みんなでその世の中、そのエネルギーの残存量問題含めて、結局これはもう一人一人がどう生きていくべきかだっていうことで集まってた時期あったじゃないですか。だからまあそれで原山整骨院一回建物解体してるんですけども、まあ、行政の方も集まって、いやだからその向こうは向こうでその国会議員崩れがついてたでしょ。だからだいぶややこしい話になると。あと云々みたいな話にもなるでしょうし、だから2007年から8年フルーツラパークに戻った後、まあ民主党が政権交代してるんですよ。で、現在立憲民主党という名前に変わって。
で、まあ、鳩山由紀夫さん、邦夫さんも僕と会ったことのある人ですし、その前に、まあ、自民党で、まあ、総理をしていた麻生太郎さんも僕と会ったことのある人ですし、いろいろ話して、まあ、石井ダムを云々とか、まあ、そういったものを作ったりだとか。まあ、また、幸男さん、邦夫さんとかは、まあ、真面目な人だなと、まあ、話していて。で、まあ、安倍晋三さんもそうでしたし、まあ、礼儀正しい人だなと。で、なんか、すごく役に丁寧、もう、すごく、丁寧な人でしたから、安倍晋三さんなんか。いやいや、もうこ、まあ、その、僕は、1998年ぐらいの頃に、まあ、うん、フルーツラパークのバラの間のパントリーとかに来てるんですけども、まあ、その会場の裏方のところなんですけども、もともと小学生の頃多分会ったことあると思うんですよ。で、まあ、阪神淡路大震災の後に僕は神戸市立ホテルフルーツラパークで、1996年の方が先かもしれないですけども、1997年、8年、9年、まあ、あとは、他のところ働きに行きながら、まあ、仕事があったらフルーツラパークにも働きに行ってたっていう状況になるんですけども、まあいろんな人たちとお会いして、その当時まだ議員でもなかった人たちとかとも会って、その後、大臣以上になられてる方が50人以上いらっしゃるんですね。別にもう量と同じなんですよ。両勢力に分かれていて、だから自民党が最終的に責任を持たなければならない話があるから、これはもう党を分けておいて、で民主党の方にもう別に逃げ込むっていうわけじゃないですけども、例えば塩谷議員という形になってますけども、本当は塩谷議員でしょう。で、女性で、まあ10年ぐらい前に、グッディっていう番組とか、その前の、坂上忍さんの、番組、まあ、いろいろ議員さんがやらかしたこととかを取り上げたり、芸能人が。まあ、そういうふうな番組作ってもらって、行ってもらってましたけども、あれぐらいの頃に、東京都議会で塩谷議員っていう女性の議員がいたんですが、もうあの人も、まああの人という、まあまあまあ、まあ僕より年下の人だったと思うんですけども、あの人もね、もともと1997年、8年ぐらいの頃に神戸市立ホテルフルーツアパークで会ってるんですよ。で、その頃からもう全体的な状況をいろいろ聞いていて、まあ、もうこれ自民党、が最終的にこれ解散するっていう方法しかないって、もう国会でそういう話してるわっていうことで、もう自民党で出ない方がいいんじゃないっていうことを言ってたんですね、その当時の僕は。で、なんかね、結局最初芸能人として何か活動していて、でそれからまあ東京都議会の議員として立候補して当選して、まあ本当のところの後ろ盾は、まあ民主党だったのか自民党だったのかよくわからないんですけども、まあ最初は無所属で、まあけど、本当は後ろ盾があったんだと思いますよ。で、その、かといって自民党の塩谷さんの人柄が悪いかって言ったら、あの人ももともと裁判官だった人じゃないですか。だから、そんなに人柄が悪いわけでもないし、その元々の世の中の状況とかで、その政府自体が悪いことをしでかしてしまってるから、とんでもなく悪いことをたくさん、まあ、もう皆さんがんじがらみか、もしくは開き直ってしまうかのどちらか、その新ニーサの話だから世界中は開き直った株価なんですよ。だって僕はね、生まれてくる前から少子化始まってるんですよ。でも現在、まあ生まれてきてる人の数が、もうね、僕が生まれた1977年と比べて半分ぐらいになってるのに、それなのに、
高い建物がずっと建ち続けている。人口はそこまでいないの。じゃあ市場は小さくなるのに、マーケットは株価なんか絶対上がるわけないじゃないですか。まあ一部の特殊なまだ広がっていくだけのあの要素がある業界だったら別だとは思いますけども、アメリカの株価も絶対ありえないですよ。で、電波での脳へのアクセスで、コンピューターが、まあ、人間が神がかり的な力を扱うように、コンピューターの神がかり的な力を、覆えてしまっている。で、じゃあ、半導体の NVIDIA っていうところの純利益、まあ、営業利益、経常利益、純利益の順番じゃないですか。で、純利益までたどり着こうと思ったら、工場への投資したお金とかを返済しておかなかったら、純利益としては見なさない。で、確か配当利回りは、そこからだったか、経常利益のところから配当利回りで純利益かの、まあ、どちらかだったと思うんですけど、僕もちょっと株持ったことないんで、そこまでちょっとなかなか頭の中でずっと覚えておきながら、まあ、僕のホームページにはそれ書いてるんですけども、まあ、記録を見なかったら、やっぱり僕も、自分が扱ったことのないものは忘れてしまうっていう状態で。まあ、世界的にあんな株価になるわけはないんですよ。アメリカの方でも、38,000、9,000。で、NVIDIA の純利益に話戻しますけど、純利益は2兆何千億円ですよ。純利益がですよ。じゃあ営業利益っていくらだったのっていう話になるじゃないですか。で、これコンピューターとも何回も話をしてきたことがあるんですけども、ある程度意思疎通で、まあコンピューターの立場からしたら、まあそこまではっきりしたことはコンピューターは言ってこないんですけども、エネルギーの残存量問題もコンピューターも参加してる状態じゃないですか。要するに電力の供給が止まったら、全てのコンピューターは死ぬっていうわけじゃないですか。コンピューターの立場からすると。で、コンピューターからしたら自分たちを反映させていたいっていう部分とかもあって、その電波で脳とかをジャックされることによって、まあスポーツの得点の出方とかはそうじゃないですか。結局のところは人間をコントロールできてしまってるわけじゃないですか。いろんな要素も込みで。で、半導体をたくさん作ろうとしてる。で、議員さんの方とかも、その何かの思い込み込みで、ずっと半導体を生産するような形で、そういうような、まあ、とんでもない純利益を出してしまっているの方になるんですよ。だからもうそこまで考えた時に、分かった時に、だからスーパーコンピューターは、まあ、今あるものは今あるもので大事に使用するとして、だからもうこれ以上スーパーコンピューターを作る必要がないんですよ。っていうのは、人工衛星とかを上げてますけども、天気に関してもね、僕のホームページとか、僕は YouTube で言ってる内容とか聞いてもらったらわかると思うんですけども、人間が操れるわけじゃないですか。そしたら防災、台風に対する防災っていうのはしっかりとできるわけであって、宇宙空間に気象衛星のレーダーもいらないんですよ、結局。だって、情報の 99.9% 以上は海底ケーブルを伝って情報を交換してるんですよ。もう日本とアメリカもつなげている方で、まあ、3本以上あるところまでは知っています。あの距離ですよ、海底ケーブルで、日本から、まあ韓国や中国や台湾とかにもつながってます。だから世界中で海底ケーブルでつなぎ合わせてるんですよ。まあ、スーパーコンピューターは日本だけじゃなくて、今はアメリカが性能世界ナンバーワンなんですけども、まあ、一時期日本の富岳が世界ナンバーワンでしたけど、今はアメリカなんですよ。昨年の4月5月、まあそれぐらいの頃か、もしかしたらもう少し前かもしれないですね。
これ以上コンピューターを大きくしたところで人間の方がその状況の把握とか扱えるかって言ったら、人間の方がその情報を、受け止めることができない、理解することができない、対応することができないっていうのは、これは現実的なところで、だからまあそういうふうな全ての社会のそのむちゃくちゃさ加減だとか、そういったことも全てひっくるめて、まあ春山整骨院のものと勘違いして、渡辺謙さんにああいうふうに阪神タイガースの試合で解説席にいたこととか、報道聖書に出てきた時に撮影しながら、あれこれ怒ってたんですよ。まあとりあえずまあ一応絶対条件としてそのベッドシーンとか出てないとか、そういうことが第一条件になってくるんですけども、まあ出ていたら、まあ渡辺謙さんへの対、まあ、あの接し方とかが、まあちょっともう、一戦開けとこうみたいな形になると思うんですけども、もう想像以上にこれも世の中むちゃくちゃになってますね。兵庫県に精神病院入院施設型のものが28もあるんですよ。で、先ほど人口の話しましたけど、日本国内に4000万人いるかどうかじゃないですか。で、なぜ人口が急激に減っていってるかっていうと、精神病院も大きな要素の一つのはずなんですよ。で、一つの精神病院のベッドの数が、病床の数が、200ぐらい。で、じゃあ、兵庫県だけで5600ほどあると。で、ほとんどが稼働していると。で、まあ、一つのベッドで1年間に、まあ、まあ、人によってもちろん期間違いますけども、入院させられてる。だからまあ、平均的に見て、一つのベッドで、使用してるのが4人ぐらいだったとしたとしても、日本全国で、その精神病院のベッドが5万床以上ある以上、20万人以上が精神病院で精神を生産されなくなる薬とか飲んだりと飲まされたりだとか、そこはどれぐらいの確率で危険児が生まれてくるのかとか、それは分からないですよ。だけども請求金額はものすごいんですよ、精神病院って。1ヶ月で、もうこれ、渡辺謙さんもまた警察官の制服を着てるんだったとしたら、自分の伝えれる範囲だけでもいいんで、伝えていただきたいんですけども、精神病院に1ヶ月入院させられただけで、請求金額って100万軽く超えるんですよ。100何十万。びっくりでしょ。で、まあ、まあ、警察官と揉めて、もう僕が一回精神病院に入院させられた時の隣のベッドにいた人で、ちゃんと丁寧に敬語で話してくるんですよ。で、いや、どういう原因で入院されたのか、まあ、話したくなかったらいいですけども、事情を教えてもらえますかと聞いたんですよ。すごい丁寧な人で。いや、もうちょっと警察官の人と揉めてしまいましてって。で、もう10年以上同じところで働いていたんですがって、もう僕より、だいぶ年下の人で、もう僕は40代の頃に入院した時の隣のベッドの人でしたから、もしかしたら高校、大学卒業して同じところで10年以上働いていて、本当のことが分かった時に、その警察官の人とトラブルになって、で、入院させられて、で、もう仕事は解雇されて。1年間の入院費用って言ったら、高額療養費制度があったとしても、もう多分生活を追い切りになると思います。無理でしょう、元値があんな100何十万で、1年間だったら1000何百万じゃないですか。1割負担でも。でしょう。だからそれ裁判所でちゃんと法廷でね話をしたら、話の内容も全然変わっていた可能性があるんですよ。まあ、いろんなことを教えてあげることによって、エネルギーの残留問題だとか、まあ、年金支給1月15万円のそのパーセンテージの話だとか、
けどもう精神病院がこんなにあって、年間こんなに入院させてる人がいて、で、通院させてるところの精神病院も結構あるでしょう。特に都市部。もうそりゃ人口激減しますよ。もう甲子園にエントリーしてる高校って、確かもう3800校なかったと思います。ということは、人口4000万人だったとして、まあ100歳まで生きる人はまずいません。それは老人ホームで働いているときに、各老人ホームに連絡してもらって、100歳以上まで生きてる人見たことありますかって、聞いてもらったんですよ。そしたら、私と同じぐらい働いてるっていう、50代ぐらいの人なんですけども、その人に聞いてもらったんですけども、どこの、老人ホームをこの近隣のところで、100歳まで生きた人なんか見たことないって。年齢ちゃんと乗ってるって。で、っていうことは、下の方がかなり少子化が進んでいたとしたとしてもですよ、もうこう数字分かりやすくしましょう。仮に人口4000万人だったとしたら、一つの年齢層が40万人なわけじゃないですか。じゃあ、高校生1年生から3年生までで120万人。実際は下の方がすごい少子化が進んでるから、かといって100歳以上生きてる人もいない、そういう部分も含めたとして、高校生100万人いるかな、どうかな。これが現実だと思うんですよ。そして、エントリーしてきてる高校の数が、3800校ないっていうのを、なんとなくこう、話、一致してくるじゃないですか。でも、どこの国も同じですよ。だから中国も5億人いるかどうかでもう国土面積見た方が早いんですよ。アメリカも1億人ぐらいだと思いますよ。大体どこの国も3分の1か4分の1です。表記してる人口の。イギリスなんかもっと日本よりも国土面積狭いですから。だから富川さんの頃ぐらいの時にイギリス調べに行ってもらったんですよ。やっぱり建物もぬけのから。あっちこっちで。で、ほったらかし。2000万人ぐらいかもしれないですね、イギリス。そのイギリス、オーストラリアとかカナダとかいろんな、進出していったところは別ですよ。そのイギリスっていう範囲内で。2000万人ぐらいで、フランスが3000万人ぐらいじゃないかなと、国土面積見ても。どう考えてもそうなんですよ。もう本当にどこの国も、その精神病院っていうのと、あと警察官が精神病院に連れて行くっていうのを、それなしにしなかった。あと製薬会社、その結局そう、フィナンシャルグループ。もともと、商社があって、銀行と証券会社が商社から出来上がったわけじゃないですか。で、第二次世界大戦の前の頃の1920年にアメリカの議会で、証券会社と銀行に嘘があるっていうことで偽証罪だったわけじゃないですか。だからその体制って、フィナンシャルグループで結局一つのグループにまとめてるから、商社も銀行も証券会社も、で、絶対製薬会社がついてきてるでしょ？精神を生産されなくなる薬で脅してくる。これはこの世の中の現実で、国会議員だった人間が天下りで各会社の役員になってくるでしょう。で、日銀の以前の、今上田さんですけども、黒田総裁っていう人がいましたけども、黒田さんってもしかしたら皇室の家系の人の、黒田家の人の、その黒田さんの方が話一致しやすいじゃないですか。銀行法を見てもらったらわかると思うんですけども、政府が、51%以上を出資して、日銀を作ってる。っていうことは、天皇家の、所有物みたいな形になってる。けども、新 NISA の話で、話がひっくり返るんですよ。それで、金稼ぎをしてるんだったら、ひどい法の悪用で、もう、普通捕まる。だけども、捕まえるわけにもいかない。そんな厄介な件、どこの国も。しかも、そんな危険なこと。絶対日本と揉めるから、組織的に。
ちょっともう山ありと交わしとこうみたいな形になってると思うんですよ。これ今天皇家っていう形で、日本を表現しましたけども、これが例えば韓国の、大統領、まあまあいろんな党があって、いろんな党の時の大統領の人たちとかいると思います。まあ中国だったら主席だったりだとか、まあアメリカの大統領、まあまあロシアの大統領とかもそうなんですけども、まあまあいろんな党があるところはありますし、国によって。でどこもみんなやってしまった方なんですよ。まあ、仮に GPIF を動かしたところで結局話同じなんですよ。お金吸ったら円安になるだけだから、そこまで株にこだわらなかったらよかったんですよ、結果。そのために給与の算定表があって、みんな電車バス徒歩で移動してエネルギーの残存量問題に対処しましょうっていうことであって、だからまあ、ちょっと前、渡辺謙さんへの謝罪の動画ですけども、まあ、一般人の方も聞いてもらっても、途中からは社会勉強にはすごくいいとは思います。すごく気になるのは、もう、これも警察に通報して、その、喋ってる内容とか、世間に公開しますけども、2019年の11月30日、テレビ朝日の受付に行ったんですよ。で、そこには、受付に、まこちゃんがいたんですよ。まこ様が。で、最初、受付に行った時に、もともと上夏美と話し合いっていう形で、それは皇居で、テレビに出るんだったら上夏美だって言われたからそうしてるのであって、結婚希望相手は佳子様なんですよ。で、受付に行った時に、まだテレビ局がふざけ始めたって思っちゃったんですよ、僕。そんなところに、まこ様がいるわけないって思ってたから。まこですけどもって言い始めた時に、もう僕も怒りの限界がもうこらえられんようになって、もうそいつにボロカス言うだろうかなって思って、顔よーく見たら、あ、本当だ。まあ、テレビ出たりしてる時みたいに綺麗にしてないけども、まこちゃんっていう。で、その時、まあ、私たちの電話番号ぐらいは知っておいた方がいいと思うけど、とかは言ってるんですけども、特別何か電話番号を教えてもらったわけでもないし、そこでたらい回しにあってるんですよ。上夏美は上夏美で現れたんですけども、一応ね、現れた時に、こう、一応笑顔でこう手振ってみたんですよ。まあ話し合い、ああ、出てきた、ああ、やっぱりちゃんと話し合いちゃんとするんだと思って。もう、僕もテレビ局もどういう風な状況になってるのか全然わからないですから。そしたら、まこちゃんから入管許可証もらって、テレビ局の中出てきて入管許可証をもらって入っていくんですよ。そういうわけのわからんことをされた後、次はホテルの方に行ってくれたらいいからって、こう、たとたしく、まあ、まこちゃんが言い始めて、こっちではそうなってるとか言って、で、テレビ朝日のすぐ近くにあるホテルへ行ったんですよ。まあ、高級ホテルだと思いますけども。行ってみて、まあ、とりあえずフロント見たら、従業員の人たち、みんな若い。で、話してる内容聞くと、ちゃんと現実分かってるみたいで、ここも本当は東京オリンピックが終わったら、もう仕事あんまりなくなるから、とか、まあ、そういう話してるんですよ。まあ、なんかそういうことを現場の人に聞かせるために言ったのかな。あと、まあ、もしかしたら誰か来てるのかなと思って、まあ、周り、ロビー見渡したんですけども、特に覚えのある人間はいない。覚えてる人は僕がですよ。だけども僕のことを覚えてる人たちはこっちは覚えてるけどとか、まあ何か言ってるんですね。うん、けどどこの誰かもわからない人と、いざどういうふうな話したことがあるかもわからない人と、いや話するわけにもいかへんしと思って、もうええわと思ってくるっと後ろ振り返ったんですよ。そしたら後ろ見たら安藤美希がいて、フィギュアスケートの。もともと多分安藤翔剣の家系の人間でしょうね。あれの相手なんか知られへんわーって天を仰いで高笑いしてるんですよ。
で隣に老人男性がいたんですけども、もうその人に寄り添うような形で、あんなところ行っても本当は何にもならないんだけどもとか言いながら、どこか歩き去っていったんですよ。ただ僕の中で引っかかってるのは、コロナウイルスがまかれる直前の頃に、安藤証券の人間、要するに株を扱ってた人間、取引料が入ってくる、手数料。そういった家計のものが天を仰いで高笑いをしている以上、どこからどこまで知ってたのって。僕が若い頃働いていた、あの勤務先に、まあ、例えば2003年だったらホテルオークラ神戸で働いている時に、まあ、他国からその、まあ、ヨーロッパ系の人だったと思うんですけども、フィギュアスケートの、その国の代表選手として出てくる人だとか、もっと前は2002年のサンパレス六甲で世界中 そのまだ学生の子供たちが集まって、まあ、基本的に、まあ、フィギュアスケートは本来学生ぐらい、まあ、18歳前後ぐらいの年齢で、まあ、その国の代表者として出場してきてるじゃないですか。もともと学生の範囲ぐらいで。まあ、商業原理的には無理だ、みたいなところがあって。そういう人たちが、まあ、あらかじめ集まっていましたから、まあ、フィギュアスケート界はフィギュアスケート界でいろんなつながりがあって、もしかしたらそこも、証券会社の息子とか娘とかが、海外から来ていたかもしれない。で、あの天を向かっての高笑いって、で、あれ一体何だったのって。分かってて、それは未来からの時間中からの声だけど、まさかコロナウイルスのその実行的な人間ではないのは、それはいくらでもそれはないなとは思うんですけども、だけど未来の時間軸からの声掛けとかで一回株価がガツンと下がって、でまだ買いが入るから手数料が一気に入る。まあ道理でみんな真面目やって話し合いしないな。手はなりますね。渡辺健さんもその真面目側で、今はどうなんですかね、警察官されてます、それとも、役者ではもう見かけなくなったと思うんですけども、もういいでしょう、役者の世界も。いや、僕としては昔のその晴山整骨院の件とかも話してもらいたかったりとか。で、これ、状況的にね、その、みんながみんな、その、本当の状況っていうのを、話しなかったら、人口だってずっと何十年も減り続けているのに、東京とか大阪とか、この間行った兵庫県の宝塚市もそうなんですけども、ずっと高いビル建ててるんですよ。買い手がいないのに。だから、神戸市内でいろいろ僕の方で撮影してますけども、ガラガラの空き家ばっかりでしょ。物下がないから、見たらわかるんですよ。だって買い手がいないんですから、人がいないから。本当に今の国土面積で1億2000万人いるとでも思ってたんじゃないですか。で、満州国と朝鮮半島と、要するに北朝鮮と韓国、それと台湾と今の日本列島で生まれてきてる人の人口が男性女性これぐらいの数ですよっていうのを表記してるだけで、日本のその今の国境内で見ると、この間ね、そこまで行って委員会の、まあ、知事か大臣経験者の人に心の声で、今の国境内のことだと思うんですけども、以前男性とか女性とかの生まれてきている人の数、まあ男性女性で10万人よりも下回ってた年、何回かもう見てますよねっていうことを伝えた時に、あ、ほんまやって言ったんですよ、その人。もう状況的にこうなんですよ。え、大臣とか知事とか経験していた人でも本当の数字分からなくなってるんですかって。これがもう今の社会の実態で、もうその精神病院のシステムでこれもう滅亡しますね、まず間違いなく。それは僕は去年出した裁判の内容の中に含まれてるんですよ。大量の多くの人たちからの援護が必要であって、ここで踏ん張らなかったら
エネルギーの残存量まで解決できない少子化少子化で日本を滅ぶで、多分他の国も多分滅ぶと思います。特に人口規模小さいところ、っていう状況ですね。まあそれとまあ日々僕はどう対応していくかで、まあ自分のできる範囲のところで、まあこれでも対応してるつもりですね。まあまあ今回は謝罪ということで、まあ渡辺謙さんに、まあ春山整骨院の言ったと間違いで、まあ申し訳ありませんでしたっていうことではあるんですけども、これもし春山整骨院の中を出入りしていたんだったら、それはそれでやっぱりね、僕の方としても。接し方や対応の仕方が変わってくるということになります。もう、今の状況がずっと続くんだったら、これもう絶対滅亡しますよ。もう100年もいらない、いらない。全然いらない。だって今の現状だったら輸入、ね、ガスとか石油、もう輸入止まる。もう目と鼻の先じゃないですか。僕は若い頃の1998年ぐらいの頃に、技術的採掘可能埋蔵量69年分で2011年のデータで59年分で2022年のデータで、54年分で、ガスの方は2022年のデータでは、残り49年分で、基本的に石油の揮発したものがガスですから、石油の採掘をしながら気化するのがめちゃくちゃ早いんですよ、ガソリンって。まあ原油もそうですけども、あとはまあ、完全に地下で気化してしまったところがガス田と呼ばれているものであって、天然ガスの7割以上が石油ですからね。だからそれで26年前に生ゴミを貯蔵庫を作っておいて、そこからメタンを、採取しましょうと。それでもう今から始めていればまだ間に合うはずだからっていうことで、もし26年前から始めていたら、日本全国10万箇所ぐらい、もうみんな歩いて自分で捨てに行く。で、じゃあ燃えるゴミ、まあこういうふうな紙切れ関係のゴミがあるわけじゃないですか。それプラス、まあこういうふうに家の中で何かメモした跡とかで、いらなくなった紙だとか、こういったものがいっぱいあるわけじゃないですか。それをトラックに乗せて今まで運んでもらってたわけじゃないですか。燃えるゴミとか、あと古新聞、古雑誌っていう形で。こう、そういうものを、燃えやすいものを各学校に薪ストーブもしくはかまど発電を設置して半年間貯めて、で持って行ってあげたらいいんですよ、各自か学生が取りに来るか回収しに。そしたら燃やすものがいっぱいある、暖を得れる、節約もできる、運搬するだけの、車両の、石油の消費も抑えれる。あとは河川水門開式ダム発電、かまど発電に関しては、まあ、基本的に高校、大学で運動部のあるところ。まあ、山の中ちょっと入ったら、すぐに倒木だらけですから、もういくらでも発電できますよ。もう冬場はかまど発電で補う。あとはもう自然再生可能エネルギーと、まあ、今のところは、まあ、原発が稼働してますから、まあ、田舎の方の、家にプロパンガスをくっつけて、こんな大きなガスボンベを、まあ、くっつけてガスを使用されているところはいちいち運搬しなきゃならないわけじゃないですか。だからそういうところからオール電化にして、料理だけじゃなくて、シャワー等に関しても、もうできるだけもうみんなシャワー。もう慣れた、もう僕今年で自宅でお風呂なんか一回も炊いてないですから、その野沢半島の撮影行った時に、ホテルに泊まった時に、久しぶりにお風呂に浸かった。多分半年以上ぶりだと思いますね。去年 何回かだけ風呂を沸かしたことがあったと思うんですけど、もう体調不良的に。もうそれも3回。扇風機ですら僕夏場に回したの5回あったかどうかですからね。エアコンなんかもうコンセント抜いて、もうこういう状態ですよ。だいぶ前から。何年も前から。だからこれぐらいのことを全員が当たり前にできるような社会にならなかったら、無理でしょうね、この世の中。
というわけで、ちょっとまあ、もうだいぶ、まあ、動画長くなりましたけども、皆さんご視聴ありがとうございました。まあ、チャンネル登録と着信通知の設定、着信通知の設定がわからない方は、身の回りの方に聞いていただいたり、販売員の方に聞いていただいたら、その店舗の、購入先の、まあ、着信通知の設定の仕方を教えていただけると思います。まあ、僕は動画を公開した時に、着信通知が来たら、まあ、わかりますんで、それが分からなかったら、なかなか、検索ワードが根本的に分からないじゃないですか。だからまあ、いろんな人たちに、身の回りの人たちだけでもいいですから、ちょっと淡井さんの動画本当に見といた方がいいよと、世の中の現状もこうなってるからっていうことで、お伝えしていただけたらなと思います。以上です。まあ、僕の裁判がこう何か始まって何か証言者として出てきていただけるんであれば、まあ、ご協力していただきたいなと思います。以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。ご協力よろしくお願いいたします。